はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、Yahoo 知恵袋の記事より婚活中の30代後半ですっていう、内容について、見ていきます。婚活中30代後半です。婚活歴8年、未だに、結婚できません。私の、希望条件を言うと、年齢が500万円以上、できれば公務員、転勤なし、年齢は20代後半から30代、つまり若めですね。で、身長が164、あるからそれ以上で、贅沢は言ってないんですが、なかなか見つかりません。男性公務員限定の婚活パーティーも行きました。実際会うとやり目だったり変な人だったり、もうどうしたらよいのでしょう。早く子供が欲しいですっていう、女性の、質問です。この方ね、30代後半でね、まだそんなこと言ってるのかって、これ呆れちゃいますよね。30代後半の、女性って理想高いんですよ。僕、少し前の動画でもね、ちょっとカフェでコーヒー飲んでる時にビンビンにした話を動画にしたんですけど、あれが好評でね、女性、アラフォーの女性がね、すごくスペックが高い男性を望むっていう動画で、あれ結構好評で、僕が、婚活系 YouTuber としてもね、結構そこそこ名前が売れてきた、ゆえんの動画なんですけど、本当に理想が高いですね。アラフォー女性。僕ね、その動画でなんでかっていうのも僕なりに考えたんですけど、やっぱりね、30代後半の女性ってね、一番バブル崩壊する、前に親とかが、いい生活してて、子供をねすごく大切に育ててきた家庭が多いんじゃないかなと思います。このね10年20年確かに景気が悪くて右下がりなんですけど、それ以前はすごくね日本の経済が良くて景気が右肩上がりだったから、その30代後半の女性って本当にかわいがられて、何でも与えられて育ってきたっていうところがあります。だからその時代に、親とかいろんな人を見てね、それなりにお金あった人が非常に多かったから、生活が豊かだったからね、その今の IT バブル崩壊とかリーマンショック前になると、だから結局男性にもすごく高いところを求めてしまう。あと女性のスペックが低くなればなるほど高い理想の男性を求める傾向にあります。これはね、僕も婚活してて覚えました。で、この人ね、30代後半なのに年収500万円以上の男性を捕まえれるわけがないですよ。30代後半ですよ。これ20代だったら、まだ20代前半だったら、例えばね、わがまま言わずに、30代後半の人で年収500万とかだったらありかもしれないですけど、20代でも年収500万になると結構きついですからね。で、アラサーとかアラフォーになると、これもほとんどに近いほど無理だと思った方が、アラフォーになると無理だと思った方がいいです。アラサーで、容姿が良くて綺麗で、それなりの有名大学出て、お嬢様だったらいけるかもしれないですけど、アラサーでも きついと思うのに、アラフォーの女性がね、こんなこと言ってる時点で、もうね、結婚できない、贅沢に決まってるじゃないですか。で、しかもできれば公務員とか言ってるんですよ。で、転勤なしとか言って。で、年齢が若いんですよ、これ。自分より若い男性を求める。これね、僕も婚活しててわかるんですけど、なんか女性ね、30過ぎたら、やたら若い男性を求めますよね。なんでかわかります？これね、女性って結局、年齢取ってきたら、年上の男性が嫌になるんですよ。若い時はね、20代の時は年上の男性がいい、年上じゃないと嫌だとか言ってだらこねてたのに、30過ぎてくると若い男性が良くなってくるんですよ。なんでかっていうと、やっぱり30過ぎてくると申し込みっていうかね、婚活で、需要だと30過ぎの女性が需要があるのが大体30後半。ごめんなさい、風邪気味で。30後半の場合は40代、50代、普通に申し込まれます。
で、30代前半とかでも、普通に40代とかが、声かけて、いわゆる申し込んでくる世の中です。わかります？つまり、自分より、10歳ぐらい年上の人からね、声かけられるって、これ普通なんですよ。婚活仕様で。だから、30代になると、もうね、その年上の男性が嫌っていう人も、こういっぱい出てくるんですよ。まあ、それもね、なんで、もうそれわがままなんですけど、正直言って。だって、若い時に年上の男性がいい言ってんのに、30代とかになって、40代になったら年上が嫌とか言って、年下になるんですよ。それわがままですよ。それだったら20代のうちに結婚しとけって話なんですよ。で、本当に、多いんですよ。僕もね、年上のね、女性から、申し込みが来たんですけど、30代過ぎると女性はね、そういうね、年上のおじいさんが嫌とかね、おじさんが嫌とかね、言い出すんですよ。あと、親の介護がもうあるから嫌とかね、ハゲでちびでとかね、言い出すんですよ。あとね、デブでとかね、男性のことを言い出すんですよ。これね、30後半、40代の男性、ほんと、聞いてます？40代の男性、聞いてます？40、50代でもいいですけど、女性って、30代の女性って、本当にわがままですよ、もう。チビでデブは嫌とかね。で、おっさんでハゲてるから嫌とかね。もう、めちゃくちゃなんですよ、本当に。ありえないですよ。もうね、マジでありえない感じです。で、年下に声かけてくる。だから僕みたいに若いに声かけてくるんですけど、よく考えてみてください。若い男性に声かけるんだけど、若い男性はどういう人を求めてるか、これ分かります？分かってないですよね。若い男性っていうのは、若い男性じゃなくても、男性ってみんな年下がいいんですよ。20代、30代、40代、みんな年下がいい。なのに、なんでわざわざ30代の女性、30後半の女性にと結婚するの？しないでしょ、普通に考えて。だからよく考えた方がいいですよ。まず自分のスペックがね、どうなのかって考えて、婚活した方がいいです。マジで、30代なんだから、もう40代とかしか声かけられなくなっちゃいますよ、これ。どう考えても。それなのにこんなね、贅沢言ってわがままなんですよ。年収500万円以上、できれば公務員、転勤なし、年齢は自分より若めで身長が高い。これだけで100%いないです。出会えないです。この条件に合う人がおそらくいないですよ。おそらくいないっていうか、この条件に合う人が、この30代後半の女性を好きになる人ことは絶対ないです、これ。間違いない。身長164以上ってなってもう少ないのに、少ないっていうのは、少ないっていう意味で少ないんですけど、年収500万は望んじゃダメですね。30代後半だったら、もう年収、容姿が悪くて、低スペックだったら、もうね、30代後半だったら年収300万で我慢しないと、絶対無理です。年収300万で我慢して、年収300万だったら、年下でもいいかっていう方がまだ現実的ですね。わかります？どれか1個しか取れないんですよ。だから年収もう500万以上とか取れないから、400万とかを取っちゃうと、もうあとはチビでデブでも何でもいいっていうんじゃないと無理です。ハゲでもね。で、年齢も高い人でもいいっていうんじゃないと。もしくは年齢高い人で大丈夫なんだったら、他にね、年収ともうちょっと身長とかね、こうより好みしてもいいかもしれないけど、全部を取るとするのは絶対無理ですよ、これ。ありえないですね。ということで今日はね、30代後半の現実を知らない、おばさんの話を、しました。最後にね、チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。僕の動画ね、次からね、スムーズに見れるようになりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。